B リーグ2020から21は2020年10月2日から2021年6月1日まで日本各地で行われた B リーグの第5回目のシーズンである。開幕テーマは準備はいいかシーズンテーマはハンズアップ。新型コロナウイルス感染拡大の影響で2019から20シーズン途中でリーグ戦中止となり B1B2 への降格がなくなった影響で B1 のチーム数が20チーム、B2 が16チームとなった。そのため、B1、B2 の地区の区分けを3地区から2地区へ変更。これに伴い、同地区の対戦が B1 が6試合から4試合、他地区は2試合。B2 は、同地区の対戦は前期と同じく6試合で、他地区は2試合にそれぞれ変更となった。また、2020から21シーズン終了後の、 昇降格については、B1B2 では、B2B1 へは、自動昇格は2枠、B1 から B2 は、降格なし。B2 から B3 は、昇降格はなしとなった。B リーグファイナルは、一発勝負から2戦、戦勝方式に変更。また、シーズンでのアジア特別枠に関する、対象国籍運用の導入、多重国籍の場合のルールも発表されている。 開幕前の2020年6月、B リーグのチェアマンを3期務めた大川正明の後任として、千葉ジェッツ船橋会長の島田真嗣が就任した。参加チーム並びに、地区分けは以下の通りである。2020年7月29日には、2020から21シーズンの開幕カード、第2節以降のホーム開幕戦の対戦カードが発表された。 北海道秋田新潟新州富山宇都宮千葉川崎横浜へ東京 SR 渋谷名古屋 D 三河三原、滋賀、京都大阪島根広島琉球 B1 所属クラブの所在地青森仙台山形福島茨城群馬越谷東京 ZFE 名古屋西宮奈良香川愛媛福岡佐賀熊本 B2 所属クラブの所在地2020年8月25日オンラインで理事会を開き 試合開催時の観客数に関する方針を発表。政府の方針に基づき、当面、観客の入場を収容人数の50%に制限して実施することを決定。上限は5000人とする。2021年1月8日、1と3県を対象とした緊急事態宣言におけるリーグ運営の方針を発表。今後、緊急事態処置における実施区域の変更。 期間延長がなされた場合を踏まえた方針になっている。B リーグオールスターゲームは2021年1月15日、16日にアダストリアミトアリーナで開催予定であった。2020年11月16日、概要を発表。新型コロナウイルス感染拡大に対する対策として観客数は収容人数の50%を目安とし、チケットは 非接触での入場が可能なものにすることが明らかになった。また、2日間にわたって行われ、1月15日のデー1ではスキルズチャレンジ、ダンクコンテスト、サンポイントコンテストなどを開催。16日のデー2には B ブラックと B ホワイトによるオールスターゲームが行われる。メンバーは11月16日から12月7日でのファン投票、オールスター総選挙で、 先発5名が決定。さらに、リーグ推薦の7名、SNS 投票による1名が加わり、各13名が選出される。なお、リーグ推薦枠には、本年から新たな枠が設けられた。アジア特別枠選手1名、加入者年度の外国籍選手両チーム1名ずつ、新人賞選考対象者両チーム1名ずつを選出する。12月14日。 両チームのスターティングファイブとリーグ推薦選手を発表。同月16日には各チーム最後の1枠を決める SNS 投票の結果が発表された。しかし、2021年1月9日に新型コロナウイルス感染再拡大の影響に伴い開催地である水戸市から中止の要請を受け、開催を中止すると発表した。その後、一月十三日、 中止となったオールスターゲームの代替イベントとなる B リーグオールスターゲーム2021オンラインコンテストをオンライン配信で開催することを発表。1月16日にスキルズチャレンジ3ポイントコンテストダンクコンテストが行われた。スキルズチャレンジは戸ガシユ希3ポイントコンテストは金丸明介ダンクコンテストはコウフリッピンが優勝した。 ユニフォームサプライヤーはアディダス。PG、SG 枠ファン投票1位の日、江島誠が負傷により、田中大輝がスターティング後の代替選手となる。これに伴い、田中大輝がスターティング後の代替選手となるため、石井幸友がリーグ推薦選手として追加。また、サーディラベナの負傷に伴い、河村拓也がリーグ推薦選手として追加された。 キャプテンファイナル2021年6月3日から4日に個人表彰が発表された。2021年4月28日開催の理事会において2021から22シーズン B リーグクラブライセンス交付について下記の通り決定した。B1 ライセンス B2 ライセンス。ありがとうございます。